我を学ぶ者は死す。歩いて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 延々と歩いた。僕の頭は壊れたらしいって。らしいってしか言いようがないんだよね。禁断の扉を開けちゃった人間がね、長生きして幸せに返しましたっていうのを、そういう物語を作るべきだと思う。クルージングするしかないんですよ。俺生まれて初めてね、我を見失ってるんですよ。皆さんと会うごとに、あの世とこの世を行ったり来たりなんだよね。やってるうちにね、どっちが現実でどっちが虚構なのか分かんなくなるんだよ。多分境界線をさ、もう越えちゃったんだもん。